トレーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。今日はですね、ジム開業の、謎に迫る企画を用意しました。私、先日、ライザップさんがやっているチョコザップの、ジム展開の素晴らしさについて解説する動画を出したところ、すごい好評で反響が多くてですね、ジムというのはもう国のインフラであると。ジムがいっぱいあればあるほど、筋トレをする場所が増える。すなわち、これは日本が強くなり、社会保障費が少ない、健全な国家ができるという思いがあってですね、ジムを増やしていくことっていうのはすごく、大切な仕事だと思っていて、私自身も小さなジムやってますけど、まあ、ジム展開もしつつ、ジムに必要な、サポートをする、会社を実は立ち上げていて、株式会社ジムガレージという、組織があります。で、今日はですね、そこの、代表取締役、鴨川さんに来ていただいて、ジム開業にまつわる、さまざまなお話、闇の部分も聞けるかもしれないですね。YouTube 見てるし、闇好きですから、闇とかお金の話も聞けるかもしれません。ということで、鴨川さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジムガレージの友川と申します。本日はよろしくお願いいたします。すごく緊張されてると思うんですけども、大丈夫ですから、気楽に雑談、いつものより雑談する感じで、やりましょわかりました。安心しました。う。大丈夫です。鴨川さんと一緒に私ね、この会社立ち上げて、その背景は先ほど言った通り、日本にジムというインフラを、たくさん作るという目的があります。で、鴨川さんご自身は、この会社の親会社である、ビューティーガレージさんというところで、もう15年ぐらいですそうですね。はい。15年ですね。15年ほどですね、美容院の開業の支援などをね、されていて、もうその開業支援のプロというところの、方なんですね。なので、これからね、ジムを開業したいと思う人は、すぐ鴨川さんに連絡してくれれば、力になってくれるというふうに思います。ありがとうございます。で、今いるのがね、その用賀にある、ショールームなんです。我々ジムガレージのショールームで、これが9月の29日にグランドオープンするということで、これまた最後に、動画の最後に、お得な情報とともにお話ししたいと思っておりますので、覚えておいていただければ嬉しいです。ということで、ちょっと私の方からいろいろ聞いていきたいんですけど、私、最初びっくりしたんですけどね、その美容業界、美容院の業界とジムの業界が割と似ているんだと、開業に関して似ているんだという話を聞いたんですけど、実際のところどうなんですか？そうですね。すごく似ている業界で、もちろん体作りっていうところでですね、美容と健康ですごく重なる部分が多い。まあ、美容の世界でいうと、美容師さんたちが自分たちでこう技術を磨いていって、それとお客さんをついて、で、お金を貯めて開業する。まあ、自分たちが個人としてお客さんをつけて開業するっていうことなんですね。お店で働いていて。フィットネス業界もすごく似ていて、トレーナーとして自分でお客さんをつけて、それで技術を磨いて、集客もできて、それで晴れて独り立ちっていうことで独立して開業する。本当にパターンとしてはすごく似ている業界だなっていうのを入ってみて思いました。トレーナー、私ずっとそう出てますけど、やっぱりみんな専門家、職人なんですよね。で、やっぱり自分の城を持ちたいっていう気持ちでやってる子が多いなと思うんですけど、美容業界も、美容院業界っていうんですかね、も、同じ、形があるということなんですが、一方でやっぱ職人であるからこそ、開業するための、資金とか、なかなか難しいところがあるということで、ここね、これから開業したいっていう、パーソナルトレーナーの方たくさんいると思うんですけど、全然頭ないと思うんですよ。その開業にまつわる、大変な部分、想像しない部分っていうのあると思うんですけど、美容院の方もやっぱりそうなんですか？開業に関する知識とかってあんまないもんなんですか？そうですね。やはり病院の方たちもですね、こう感性でというか、技術の習得っていうところではすごく素晴らしいものがあるんですけども、それがじゃあ開業にってなってくると、やっぱりちょっとプロではないんで、いろいろと苦労されることが多いです。特に一番苦労する点としては、やはり資金調達、お金の部分っていうのが、やはり美容室の開業っていうところでは一番のハードになってきて、だいたなるいほど美容ね。室の場合ですと、一件作る1500万ぐらいかかるんですね。一件1500万。なるほど。はい。で、それをもちろん自分で全部貯めている美容師さんとかっていうのはいらっしゃらないので、まあ、融資だったりとか、リースとか、ローンとか、そういった様々な資金調達手段を使って開業をする。で、私はそういったお手伝いをずっと15年ぐらいやっていたとですね。
いや、今話聞いて思い出しました。自分たちのジム出すときに何の知識もなく、無形なんで やってましたね。だから、時はまあ自分のマシンがね、自分は開発したから、それでよかったですけど、マシンとかね、その美容院でいうと、重機の選択とかも非常に難しいです。まあ、資金調達って多分かなり深い話になってくるんで、ここで深く触れることはできないんですけど、まあ、これは鴨川さんがすごい得意とするところなんで、これから開業したい人は、まあ、パーソナルジムに限らず、ご相談いただければ嬉しいんですけど、だから我々がやってるのは、その資金と調達のサポートもそうですし、事業の計画の考え方とか、あとは実際にそのマシンですよね。美容院が、1件、まあ、小さい個人の方が出す、小さい美容院が1件1500万だとすると、パーソナルトレーニングジム、まあ、これも同じですよね。1人のトレーナーが出すっていうジムだと、大体どれぐらいを目安にするといいんですか？まあ、美容室とパーソナルジム、まあ、それぞれね、美容室もどういった規模か、パーソナルジムもどういった規模かっていうことになってくるんですけども、まあ、美容室が1500万ぐらいかかるっていうところだと、パーソナルジムもテナントを借りて、そこそこ集客をかけて、大々的にこう募集するようなパーソナルトレーニングジムだったら、まあ、2000万ぐらいかかるっていうところも全然ありますね。2000万ですね。なるほど。で、割と大きな、規模のジムになってくると、どれぐらいかかるものなんですか？そうですね。例えば24時間、まあ、最近すごく増えている24時間ジムとかで、考えるとですね、だいたい1件も、約もう1億円ぐらいかかる 1 億円。ということを、そうですね、考えてもらった方がいいかなと。もちろん、物件取得費とか内装工事、マシン、あとは運転資金。これ忘れがちなんですけど、事業を継続させていくための運転資金を確保するっていうところで考えていくと、まあ、1億円ぐらいは、こういうふうにした方がいいかなって思すいごいっすね。だからそういうのを、まあ、自腹で全部できる人はそんなにいないから、やっぱり資金調達っていうね、形がとても大事になるんで、これはもう本当専門家の力が本当に重要になってくるところだと思いますんで、これからジムを作りたいって人は、まあ、パーソナルジム、であっても、大きめのジムであっても、その資金調達に関して、しっかりと、検討することが大事なんじゃないかなって今思いました。で、それだけかかるっていうのは、コストとしてはやっぱりマシンなんですよね。そうですね。ざっくり考えると、24時間チームとかで考えると、マシーンで3000万、で、内装工事で3000万、これで6000万くらいかかってきてしまいこれ全部そんな言ってま大丈夫なんですか、これ。すね。大丈夫です。大体もうそれぐらいが、よく見る24時間チームの相場ではありますね。なるほど。だから皆さんがいつでも、筋トレができる状況っていうのは、それだけ、事業者がお金を出して、まあ、資金調達も含めてお金出して作ってくれているって背景があるって考えると、マシンは大事に使いたいですねって今思いましたそうね、本当に。ですね。わかりました。ということで、だから我々はマシンも、しっかりと、したものを提供したいという思いで、開業サポート、まあ、資金調達からマシンの選定、販売まで手掛けるという形でやってるということなんですよね。で、そうですね。で、まあ、鴨川さん的にマシンの中でね、まあ、いろんな中古のマシンを、まあ、買い取って、きれいにして、整えて、また販売するっていうこともやってて、実はね、マシンってね、昔のマシンの方が良かったりするものもあるんですよ。だからね、中古だからって言ってもバカにしちゃいけない。中古をしっかりきれいにする技術、使えるように戻して、またお客様に提供するっていうのはすごい大事なことだなと私思ってて。で、そういったこともやってるんですけど、いろんなマシン見てきたと思うんですけど、マシンで、まあ、これは注意した方がいいよね、みたいなポイントとかがあればね、ちょっと聞きたいなと思います。ありがとうございます。そうですね。まあ、我々、こう、事業を始めるとき、まあ、1年半ぐらい前から事業を始めたんですけども、まあ、岡田先生おっしゃったように、中古マシーンの買い取り、メンテナンス、販売っていうところから始めたんですね。で、そうするとですね、まあ、いろんなジムにお邪魔させていただいて、買い取り対象のマシーンとかを見るんですけど、ですね、結構ですね、まあ、古いとかそういったものではなくて、作りが結構、これどうなの？みたいなのは正直いっぱいありまして、例えば、まあ、こういったね、鉄の塊の、トレーニングマシンとかだとですね、その溶接とかってすごく重要だったりするんですけど、その溶接がですね、甘かったり。で、まあ甘いのはまだね、ここ甘いなとかで済むんですけど、結構カバー開けて、中開けてみたら、溶接されてなかったりとか。されてない。それやばいっすね。ビロンビロンビロンってなってるとか。
なんかそれも結構あるんですよ。あ、ここ、他のところはされてるのに、ここの2箇所されてないなとか、そういうところは結構あったりして、結構これ危険だなって思うことは結構ありました。なるほど。そこはい。ら辺、なかなかね、素人の人は分からないと思うんで、まあ、注意してもらいたいなっていうふうに思いますね。マシン使ってて、まあ、問題は安全性と効果の部分ですよね。この両方がね、叶えられてるっていうのはすごく大事になるし、まあ、ジム出店するときにそこにお金をたくさんかけなきゃいけないんで、やっぱりマシンがないとできないトレーニングもたくさんあるんで、お金たくさんかけるのに変なマシンを入れるっていうのは、もう本当に不幸なことなんでね。ただもう本当にいろんな各社がいいマシンを作ろうと思って企業努力してるんで、今はダメではね、またいいものができてくる可能性も十分あるし、まあ業界が今すごくこう盛り上がってきてるところなんで、クオリティは上がっていくだろうなと私は思ってるんですけど、まだまだ荒削りな業界でもあるんで、そういう可能性も考えておかないといけないっていうことですよね。そうですね。これからジムを開業する方、まあ、トレーナーさんだったりとか、漁師の方とか、まあ、いろいろな方がいらっしゃるんですけど、その方たちが、例えばその開業の仕方だったりとか、資金調達の仕方とか、マシンのこう選ぶ、なんだろうな、これいいマシンだね、どうだねっていうところを、全部知るっていうことは多分不可能で、そうですよね。そういったところっていうのは、はい、もう専門家に任せてしまう。資金調達専門家、マシン選びだったらマシン選びの専門家、内装、デザインだったらデザイナーとか、そういったところにこう、アウトソースしていって、自分が得意なところ、そういったところっていうのにこうフォーカスしていくっていうところが、まあ、成功の秘訣だったりするのかな、近道だったりするのかなっていうのは日々感じてますね。私なんか全部自分でやろうとしちゃったんで。もう本当によく考えたら、ものすごい非効率的なことをやってたなって今思うんですよ。で、このジムガレージも、その美容業界で培った経験の、チームと、まあ、ビューティーガレージさんのチームと、まあ、トレーニング業界で培った私たちのチームで一緒にやることで、だからまあ、アウトソースじゃない、一緒の船になってるんですけど、お互いにできるところが違って分担ができるっていう意味でやってて、だから鴨川さんはだからまだこの業界に来て、1年半、まあ2年ぐらいになるわけですけど、だから、美容の業界でのこう出店のサポートはたくさんされてきて、知見はたくさんあると。で、それをトレーニング業界に応用していけば早いってことなんですけど、トレーニング業界をさらに深く知っていく、ために、なんとですね、ベンチプレス大会の出場を計画しているということで、そこなんすかというふうに 思ったな。そうですなね。んでボディービルじゃないんだという思いと、いや、ベンチプレスから行くんだというふうに面白いなと思ったんですけど、ということで皆さんぜひですね、鴨川社長のベンチプレス、チャレンジをですね、応援していただいて、そこまそでんなの、大々的に言われるとちょっと困っちゃうんですけどもう行っね。ちゃったら引けない、行っちゃったら引けないいでや、すもうね。そうですね。もうちょっとヘッポコなりにもちょっと頑張ってみようかなとか、まあそのね、きちんとリスペクトを込めて、中の人たちが頑張ってるっていうところを自分で体感してやっていこうと思ってます。いや、ありがとう。それお本願い当し大ます。事で、やっぱり異業種もね、参入できるって良さは常にあると思うんですよ、ビジネスの世界で。でも、よく知ってるからこそ、よく知ってないとできないこともあると思うんで、そういったものを知ろうとしてくれてるのは嬉しいなと、本当に思うんですよね。まあ、私がこんだけ大会出まくってて、社長が出ないわけにいかないだろうって空気もあったのかもしれない。無言のパワハラがあったのかもしれないですけど、でも、ベンチプレス競技から始まり、3種のパワーリフティング、そしてボディービルと、つながっていくことを私期待していますので、見てる方もぜひ応援していただければというふうに思います。ということでですね、今日は、ジムガレージ、開業サポートすべて、マシンの販売からすべて行っている、開業サポートプロ集団、ジムガレージの鴨川社長に来ていただいて、ジム開業にまつわるね、お金の話とか、マシンの選び方の話を、聞きました。私も改めて、勉強になりましたし、これからジム開業したいって思う人が、ハードル下がってね、いいジムがどんどん、そしてクオリティの高いジムがどんどんできる。失敗のリスク少なく、そしてあるいは撤退することもあると思うんですよ、事業なんでね。その撤退の時も、なるべくダメージ少なくできる、社会ができると、日本に筋トレのインフラができまくって、いい、国家が、個人の幸せも叶えながら、いい国家ができていくんじゃないかなというふうに思ってますので、これからも活躍、期待しております。ということでですね、最後にお得な情報があるということで、鴨川社長の方からご紹介いただきたいというふうに思います。まずは9月29日に、洋画ショールームがオープンします。今いるところなんですけど、私たちが厳選した、まあ、というか私が なかなかゴーサインを出さなかったもんで、厳大選変しでたマした。シンをですね、そう、社長は困らせてしまったんですけど、早くね、マシン売りたいのに、私が納得しないと売れないっていうね、地獄の ただの1芝、年ちょっとですね。1年ちょっとですね。はい。
そこはね、私の信念をね、曲げずにやったことがあって、それで苦しめたんですけど、いいマシンができて、いい場所があったんで、ついにショールームをオープンされるということで、その告知と、それにまつわるお得な情報をお願いします。9月29日ですね、ジムガレージ、まあ、初のショールームということで、東京本社ショールームって書いてあるんですけど、場所はですね、田園都市線の、用賀という駅の、もう歩いて3分ぐらいすごい近いところです。で、9月29日にグランド。で、こちらですね、内覧会とさせていただいて、まあ、ほぼ1日ですね、開放はしているんですけども、ちょっとですね、途中で、岡田先生も交えながらのマシン、ジムガレージの出店の説明会。私ですね、出店のサポート、この1年半ぐらいずっとやっていて、まあ今のところ、無事皆さん、開業をサポートできています。なのでそういったですね、出店の説明、出店のコツみたいなところのお話をさせていただきながら、説明会をさせていただくと。これ誤解ないように言っとくとですね、私、イスラエルにいて、何もできないんですけど、まあ、インスタライブかなんか、ズームかなんかで、賑やかしで、ご挨拶だけさせてもらえればと思っております。はい。よろしくお願いしま期待す。してます。で、続いてですね、まあ、その説明会が終わった後ですね、五味原選手とですね、セミナーを行っていただきます。まあ、トレーナーさん向けのですね、セミナーですね。これを行っていただきます。これ無料ですか？なんと無料です。もう最高ですね。これ、富原はちょうど日本クラシックフィジーク選手権が終わり、結果が良ければ世界選手権に向けてる状況なんで、いろんな話聞けるし、間近で仕上がってる体が見れるんで、最高ですね、これは。そうですね。もうお忙しい中ですね、本当このためだけにこう時間を割いてもらって、来ていただいて、セミナーやってもらって、またとんぼ返りで別のところにみたいな形でスケジュールを組んでいただきましたので、素晴らしいセミナーになるかと思います。もう私が主役になることはないということで、とんでもございません。でですね、まあ、最後にご来場いただいた方の特典っていうところもご用意してます。ぜひ皆さんですね、来ていただけたらと思います。こんな感じで、マシン触れるようになってますね。私もね、これもう帰国したらここでトレーニングしまくろうと思ってますんで、ショールームに来ると僕がトレーニングしてるところが見れるという、なんか謎の感じになってると思いますんで、楽しみにしていていただければというふうに思います。で、あとはまあ、ジムガレージの方で公式 LINE とかやってますんで、登録していただければ随時お得な、そこでしか見れない情報もありますんで、見ていただければ幸いです。はい。ということで、今日はね、最近ちょっと私結構いろんな人と対談してるんですけど、対談っていうと大げさなんですけど、まあ、いろいろ話すことで僕も勉強になってるんで、その一つとして、ジム開業にまつわる、お話を伺いました。ジムガレージの鴨川社長でした。トレーニング、ベンチプレス大会に出てトレーニングをより深く知っていただきたいというふうに私も思っておりますので、頑張ってください。ということで、鴨川社長、トレーニング行ってらっしゃい。行ってきます。ついに理想のサプリメント、ホエイペプチドが完成しました。このアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で、時間がかかってしまいました。その代わり、筋肥大一連の流れをサポートする最強成分、そして健康面、安心にも配慮したものができました。もちろん私も飲んでいます。もうね、元のサプリメントには戻れないという感覚でいます。ぜひ皆さん体験してみてください。そして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております。このバズーカホエイペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますので、よろしくお願いします。さらにオンラインサロン、公式 LINE、そしてプロパーソナルトレーナー、ボディメイク検定、ジム、書籍など、様々あります。ご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください。